クバーナ航空972便墜落事故は2018年5月18日に、ホセマルティ国際空港発インテルナシオナルフランパイス、空港業のクバーナ航空972便が、ホセマルティ空港を離陸直後に墜落した事故である。機体は墜落後に炎上した。墜落地点は、空港から約10キロ、幅な市街地から約19キロメートル離れた、農場だった。 乗員乗客113人のうち112人が死亡した。事故機のボーイング737から 201ATB はメキシコのグローバルやがクバーナ航空へウェットリースし運航していたチャーター便だった。1979年7月に初飛行を行い、同年8月にピードモント航空に納入された。その後、複数の会社を経て2007年にグローバルやが 購入し、墜落まで、クバーナ航空を含む、数社にリースしていた。グローバルエアの発表によると、事故期は2017年11月に行われた、メキシコ政府の検査に合格し、運航及びリースに関する証明を得ていた。972便には2人のパイロットと4人の客室乗務員が乗務しており、全員がメキシコ人だった。乗客は107人で、国籍は、 以下の通り、登場した113人のうち4人の乗客が重傷を負いながらも即死を免れたが、そのうちの1人は病院で数時間後に死亡した。他の1名は3日後に事故が原因で死亡した。また他の1名も事故後1週間で死亡した。異常により死者112名、生存者は1名となった。972便は、 ホセマルティ国際空港からインテルナショナルフランパイス空港へ向かう国内定期便で乗客107人、乗員6人の計113人が搭乗していた。6人の乗員はメキシコ人だった。現地時間12時10分972便はホセマルティ国際空港の滑走路06から離陸した。離陸直後、機体は右へ傾き始め、 バンク角は35度近くに達した。ピ近くが30度まで上がり、機体が左右に数回傾いた。パイロットは命令を宣言し、管制官は滑走路06への緊急着陸を許可した。離陸から約40秒後、972便は空港から 1km ほどの農場に墜落した。墜落現場の農場は政府所有のもので、地上での被害はなかった。 墜落後に火災が発生し、空港にいた目撃者は、墜落地点から煙が昇っていたと証言した。ハバナから消防士や救助隊員が駆けつけ、救助を行った。ホセ・マルティ国際空港は墜落後に一時的に閉鎖されたが、午後に再開した。この事故は2010年のアエロカリビアン航空883便、墜落事故以降に、 キューバで発生した初めての民間機の墜落であった。また、キューバで発生した航空事故の中で、クバーナ航空9646便墜落事故に、ついで死者数の多い事故となった。本事故の一方に接したミゲルディアスカネル国家、評議会議長は、ロベルトモラレスオヘダ公衆衛生大臣と共に、直ちに現場へ急行し、災害状況を視察した。 ミゲルディアスカネル国家評議会議長は墜落原因の解明のため特別委員会を結成したと声明を出した。アメリカの国家運輸安全委員会と連邦航空局は要請があれば協力すると発表した。事故機の製造元であるボーイングはキューバへ技術チームを派遣すると述べた。運輸大臣アデルイス・キエルドはフライトデータリコーダーは19日に コックピットボイスレコーダーは24日にそれぞれ回収したと発表した。5月19日、メキシコ政府は航空会社が規制違反をしていないかどうかを確認するためにメキシコ民間航空局がグローバルウェアの調査を行うと発表した。その後5月21日、メキシコ当局はグローバルウェアの運航を一時的に差し止めた。墜落の翌日、元従業員特 バーナ航空の従業員がグローバルエアのメンテナンスに問題があり安全性が低くなっていたと主張した。ガイアナ民間航空局とチリ民間航空局は2017年に乗員が事故機に荷物を積みすぎていることを発見したためガイアナ空域の飛行を禁止したと述べた。7月17日、グローバルエアはブラックボックスの記録などから事故原因がパイロットエラーであると公表した。 離陸時の上昇率が高すぎたため、機体は揚力を失い失速、墜落したと述べた。メキシコ民海航空局は、グローバルウェアの運航停止処分はまだ取り消さないとしており、また、メキシコのパイロット組合は、グローバルウェアの声明は不適当であり、調査が終了する前に、事故原因をパイロットエラーとしているが、機体重量の問題や、機器の故障といった要素が考慮されておらず、 無責任だと述べた。組合のスポークスマンであるマウリシオ・アギレラは国内ニュースの記事にグローバルエアは自分たちの利益だけを守ろうとしていると語った。2018年7月25日現在、キューバ、メキシコ、アメリカの調査委員会は事故原因を公表していない。2019年5月16日、キューバの民間航空研究所は 事故原因として最も考えられるのは乗員が機体重量を誤算し、積載バランスも誤ったことである。そのため機体は離陸直後に墜落した。と述べた。9月12日、キューバ民間航空機構は最終報告書を公表した。ありがとうございます。